ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、カラパドレスとの地区シリーズに臨む。4日、同5日、日本拠地ドジャースタジアムで前日会見を開き、心境を明かした。ドジャースが前回ワールドシリーズを制した2020年は悔しい思いが募ったという。一問一答は以下の通り、動画、マミコ夫人と食事、貴重なオフ動画が、めっちゃ幸せそう。 現在の心境は、初めてなので、WBC とは違う。第一打席を大事に入りたい、この一週間の調整は、基本は球場に来て動いてシムゲームで2打席くらいに立って実践の感覚を忘れないようにしていた、初のポーに緊張感は、脳、通訳盗撮爆笑、コンディションについて、みんなシーズンの疲れはあると思うし、逆に一週間で疲れという意味では取れたと思うので、 あとは実践の感覚を取り戻せばしっかりと結果は出るんじゃないかと思います。相手はパドレス。ライバルチームなのでみんな興奮しているんじゃないかと思います。緊張感は。小さい頃からこういう舞台でやってみたいと思っていた。楽しみの方が大きいですかね、方を見ての思い出は。ドジャースが優勝した時も見ていた。あの時はシアトルで練習していた。別の年に、 手術明けで病室で見ていたのも覚えている。悔しい思いの方が強いですかね、ポー初出場で周りから助言は。助言は特にいないですね。初めてなんだといじられることはありました。ちょっと笑い。ダルビッシュは憧れていた選手の一人、ポーでの対戦は大きい。どのように得点圏での打撃を改善。後半になるにつれてバッティングの感覚も良かったですし。 打席の中での集中力も良かった。そういう感覚をポストシーズンでも出せれば、いい結果が出てくるんじゃないかと思います。リハビリを行う中でのプレー特別にしていることはない。怪我も色々ありましたけど、医師の方や周りのサポートもあって今プレイできていると思う。感謝しかないです。ダルビッシュについて。僕の小さい頃のスター選手。 メジャーリーグに来る前も日本でプレーしていた時もテレビで見て憧れていた選手の一人。そういった方とポストシーズンで対戦するのは大きいことです。個人的には山本、吉信と投げ合うことを望んでましたけど。それはないと思うので自分が対戦した時に楽しみたい、頑張りたいと思います。シーズン当初大事にしていたことは。シーズンを通して早くチームの一員になりたいな。 それを結果で示したいなと思っていた。後半に。